じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。今現時点で、選手と、まあ、コーチとしての、ご関係って何年ぐらいになりますか？もう10年ぐらいですかね。もう10年ぐらい。今年で10年目です。ちょうど山さんが45歳の時です。あ、そうですよ、はい、45歳の時に来ていただいて、はい、先生も、いいね、お世話になりました。そもそものこう出会いのきっかけっていうのはどういったのか、まあ、出会いのきっかけは、はい、まあ、片山慎吾君、はい、と、まあ、もう仲良くさせてもらってて、はい、その当時コーチが、まあ、賞金4回でしたっけ？そうですね、賞金、はい、ね、その時のコーチで、一緒に練習ラウンド、日本オープンの時に、日光でしたっけね、あれ。日光です、日光です、そうです。そうです、日光で撮らさせてもらって。そうなんです、はいはい、もう見たくもないスイングだけど、まあその時にこう、一緒に回らせてもらって、はい、で、僕はちょっと肩とか首を痛めて、定年してた時に、まあ、片山君に谷君のところ行ったらどうですかみたいなことを言ってもらってて、うん、でもなかなかこう自分の中で吹っ切れなくて、で普通の生徒と電話させてもらってですね、まあ、最初にコーチ見てもらうのおこがましかったんで、そしたらすぐ電話いただいて、で僕見させてもらいますんでっていうことを言っていただいて、それから教えをフロントの予約に米山剛さんまで入ってて、米山剛さんってこれまさか米山剛さんじゃないかなと思って、シングルで慌てて電話しましたもんね。番号いただいてたんです。そしたら、あ、それ米山さんだって先言ってくれよって慌てて電話して、まあなんか本当にちょっとこうね、コーチ見てもらうの本当に緊張もするし、普通にスタジオにご電話いただいて、そうですそうです、で普通に予約を取っていただいたっていうのが、そうですね、そういうロンドン失礼なことはないですよ。いやいや、何ももうすごく丁寧に一番最初のこう初回のレッスンの時ってこう、まあ、どういった話し合いをして、でどういった形でじゃあこう進めていこうかなっていう、まあ今後の方向性といいますか、そういったものはどうやって決めていかれたんですか？はいはい、まあ一番最初に聞かれたのは、とりあえずフルモデルチェンジにするか、はい、マイナーチェンジにするかっていうことを聞かれたんですね。その時、まあ僕も深夜に入るのに5年あったので、うん、やはりそのフルモデルチェンジっていうことで、今までのゴルフスイングじゃなくてね、谷君の教えをやらせてもらいたいなっていうことで、フルモデルチェンジということにしました。なるほど。こうスイング、まあ、こうシニアに入るまで、まあ、5年ぐらいこうあったとはいえ、こうスイングを変えていくって結構 これまでずっと学生時代からされてたと思うんですけど、はい、なんかこう不安だったりとかちょっと怖いなっていうのが、まあ、まずはちょっとこう米山さんの方からあったのかなっていうと、あとコーチの方からもこう長年ずっとこう活躍されてた選手のスイングを変えるっていうので、お互い多分不安があったんじゃないかなとかっていうのも思うんですけれども、その辺はいかがですか？まずじゃあ米山さんの方から、まあ、僕の場合はやはりその肩と首を痛めたっていうのもありまして、まあ、今までのスイングがちょっとできないなっていうのもあったし、打ってても気持ちも良くなかったので、5年ぐらいはかかるんじゃないかなと思ったんですね。だからまあその5年ぐらい前にもう今から取り掛からないと到底間に合わないと思ってたんで、そこでもうやらせてもらった感じですね。なるほどですね。コーチの方からは、やっぱこうもう僕の世代からしてみると米山さんってもうすごい方だったんですよね。だからで、うわ米山さんのレッスンかと、いや正直もちろん初め片山慎吾っていう、まあ、プロ慎吾を見た時ももちろん初めのこういい緊張感はあったんだけど、米山さんの場合はもうその慎吾の緊張感よりもやっぱりね、もうすごい人っていうのがイメージがあったからでもやるからにはもうやね、もう始めるしかないなっていうのがあったんだけど、意外とスタートして店来ていただいて、足運んでいただいて、で画像をパッて撮って画像を見た瞬間にはもう米山剛さんっていう人はもういなくなった。でもあこのスイングはこう変えていかないと僕の中では多分やっぱり絶対痛めるだろうなっていう動きが僕は感じたん でそれをまずは取り除いてあげなきゃ、で取り除いた後に大切な感覚っていうのをどんどん注入していけばなんとかなるんじゃないかなと。
でしかもおっしゃってたようにあの5年っていうスパンを時間をいただいたっていうのは僕にとってもすごい助かって、やっぱ3年で結構人って変わってくるんだけど、やっぱり上手ければ上手いほど癖ってそれだけ固まってる、癖が固まってるからそれだけ再現性が強くてプロゴルファーとして一流になれると思ってるんで、やっぱその5年っていう時間は僕の中でやっぱ大きかったな、ところはすごくあります。一番最初に何をじゃあこう始めていった感じなんですか。こうまあ5年間こうスパンがあるっていう風になった時の一番最初のこう入りというか、一番初めの入りはもうあの、まあ、例えばよくあるレッスンそれは申し訳ないんですけど、こう動きの中のさっきの話だけどマイナーチェンジで考えていって、例えば球が右曲がるからこうしよう、左曲がるからこうしよう、球を飛ばしたいからこうしようってもちろんあるとは思うんだけれども、それだとやっぱ大元のそのなんか諸悪の根源というか、いわゆる大元を取り除けないと思ってるんですよね。でそれを取り除くために何が必要かっていうと、じゃあまずはインパクト周辺の動きから変えていくしかないなっていうのがあって、でもともと僕もレッスンをずっとやってて、やっぱり基本的にはレッスンの出だしってショートスイングからアマチュアの方からプロまで進めてるんだけど、やっぱり米山さんも例外ではなくて、初めに小さいスイングのインパクトゾーンをまず本当に2、30ヤードぐらいですね。そうですね。もう7番アイアンの低いティーアップでコツンコツンと打って、でその時にもうすっごいもう言いづらかったんだけど、もうあの2つの お願い事をあの申し出たんですね。その一つは7番アイアン以外は使わないでください。それからもう一つは絶対にコースに出ないでくださいっていう、プロゴルファーにコースに出ないでくださいっていうこの生意気な、でもこれでもね一個言わないともうコース出ちゃってやっぱ戻っちゃうんで、リセットされちゃうんで、だそれを戻さないためにも何とかしてやっぱり責任を持って何とか変えていきたいなっていうのがあったから、その2つをお願いさっきから申し出させてもらって、で米山さんもなんかもうはははって言いながらもうあの承諾していただいて、でそこからあのショートスイング始まったで、始まってそこから3ヶ月ぐらいでしたね、ショートスイング3ヶ月ぐらいやって、でその後はやっとハーフスイングで5、6、7、5、60ヤードぐらいの距離を、また3ヶ月ぐらい3、4ヶ月やって、で3クォーター飛ばない3クォーターを2、3ヶ月やって、それからフルあの3クォーターをやって7番アイアンで160弱ぐらいでしたっけ、うん、ぐらいが出て初めて、あじゃあもうコース行きましょうって言って、うん、僕が併設させてもらってる慶応カントリークラブの、アカデミーのところのコースでじゃあ回りましょうっつって回りに行った時に、もうちょっと僕も忘れましたけど、米山さんが、キャディーバッグから1番ホールのティーグラウンドでドライバーをパッて抜いた時に、何やってるんですかドライバーは抜いちゃダメですよそう、えドライバー打たないのって、だってドライバーやってないんですよね、7番アイアンだけですよ、え7番アイアンだけで回るのっつって、で申し訳ないけど7番アイアン以下で回りましょうっつって7番アイアン以下で回って、もう久しぶりですよ、9ヶ月ぐらいですよね。でもあのさすがですね、7万円以下で、39で回りました。39で回りました。39です。本当ですか。39です。そんな覚えてないです。実際そのスイングを変えてその9ヶ月か10ヶ月かコースに出ずにずっとその基本の形ばっかりずっとやってるわけじゃないですか、その期間っていうのは結構辛かったりとかっていうのはあまりなかったですか。あんまりなかったですよね。その成績が、まあ、出ることに越したことないんですけど、とりあえずそのかっこいいスイングにしたいっていうのがすごく頭の中にあったので、だからこれをやっていけば、かっこいいスイングになれるんだろうなっていう思いだけでやってたので、成績っていうのはもう二の次に考えたのが逆に今となってはいいことだったんじゃないかなと思ってるんですよね。本当にもうコーチのことを信じて やってたし今もやってるんだけど、うんうん、だから心強かったし、ね、うん、今も心強いですけど、全面的に僕は本当信頼してるんで、ありがとうございます。でですね、ちょっとここで少し話が変わってしまうんですけれども、ちょっと今回アマチュアゴルファーの方からいくつか質問を預かってきてまして、ちょっとそちらの方をお願いしてもよろしいですかね。はい、米山選手と同じ、50代男性からのまず質問なんですけれども、50代になっても、まあ、日々こうトーナメントで素晴らしい活躍をされている米山選手なんですけれど、はい、ストレッチであったりとかトレーニングなどっていうのはどのぐらいのペースで、まあ、されていますかということと、あと、まあ、トレーニングとストレッチとどちらをこう大事に
やっていますかっていうことがまず一つあるんですけども、ここはいかがですか。そうですね、まあ、トレーニングっていうトレーニングは今あんまりやってなくて、まあ、階段上りっていうかね、うん、まあそういうのをこう、まあ、週に2回ぐらいですかね、近くにお寺さんがあって、そこ の階段が216段なんです。216段ですか、はい、上がってくるんですか。登ってそれを登ったり降りたり、まあ、昔は走ったりしてたんだけど、今もおじさんで走れないんで。え、何往復くらいですか。いや、昔10往復した。すごいっすね。じゃあ4000段ぐらいをこう登り降りしてるってことですよね。いや、2000段4000段か。って往復で400で。そうですね。すごい。いやそれ競輪選手に教えてもらって。やっぱいいんですか、階段。まあ、その歩いて登るんですけど、そのやっぱかなりきますよね、うん、足腰。それとあとはストレッチ、そういうこうあまり重いものを持ったりするんじゃなくて、その腕立て伏せもそんなにこう負荷を、まあ、自分の体重ぐらいで、まあ、ちょっとこう深めにしてあげるとか、まあ、そういうので可動域をちょっと広げたり、まあ、たわいもないね、そのやるんじゃなくて気がついた時に、まあ、例えばこういう風にやったり。じゃあ日頃から常に意識をして気づいたらもうストレッチをしてたりとか、ね、まあ、日頃の生活に取り入れてるような感じなんですか。まあ、そんな感じです。井上さんとこう普通にお話ししてる時でも気づいてるとなんかこうこうやってなんかやってますもんね。いやまあそういうのが逆に体もね、僕痛めたのであまり無理 したくないので、まあ、日々のそういう簡単なことをやってた方のが、ストレスなく、そうか、嫌がん、毎日がこうなんとなくちゃんとできる、やるの違いますもんね。そうね、やるっていうんじゃなくて、まあ、なんとなくこう、ね、ご飯食べるんじゃないんだけど、そういうような感じで、まあ、ちょっとしたことを日々積み重ねていったことがこう大きなものになっていくみたいな感じなんですか。うまくまとめたね。これまとめちゃったし。40代の男性からの質問だったんですけれど、まあ、こう最近ちょっとこうゴルフした後とかにもなかなか疲れが取れなかったりとかするんですけれど、まあ、これから先50代になっていくとなっていってもこう楽しくゴルフを続けていきたいんですけれども、まあ、米山選手のこう体の例えばメンテナンスであったりとかっていうのは、まあ、何かこう特別なことはされてるんですか。まあ、メンテナンスは僕は針をすごくいいなと思って、上手な人の針とか、まあ、例えばマッサージとかもいいですし、でも僕は針がすごく効くと思ってるので、まあ、週に1日は針、体のメンテナンスをする曜日にしてるんですよ。試合終わった、そうですね、その試合終わった月曜日、月曜日だと大体次の試合に間に合う。米山選手のような、まあ、トッププレイヤーでもラウンド中にこうスイングが変だなっていうふうに感じることはありますか。でもしあった場合、その場合は、まあ、どのような感じで調整をされていますかっていう質問なんですけれども、いかがですか。いや、それはもちろんあります。しょっちゅうあります。しょっちゅうありますしょっちゅうありますけど、でもその時は基本となる素振り、体の動きを確かめるためにゆっくり、まあ、よくコーチにも言われるんですけど、思いっきり振った後は素振りを何回かしなさいって、まあ、そういうことをよくやりますよね。これはプレー中にプレー中にされてますか。はい、で結構それでその時にやっぱり打って良くなる時ももちろんあるし、うん、あんまり変わらない時も、ね、もちろんもちろんね、ありますけど、そういう時は、まあ、試合が終わった後に基本練習を、まあ、今日もたくさんやりましたけど、ありがとうございます。でもそこがやっぱりね、一番そのやって効果が出る、悪い癖がなくなりやすい、そこを常に僕はやるようにしてます。先ほどもこう練習中にちらっとお話しさせていただいて、こう、まあ、アマチュアの方とかだとこう昨日できたことが今日またできなくなっちゃってるんですよねみたいなことをお話してたんですけども、やっぱりこうそういった基本の練習っていうのをやることでそういったミスというかそういうものを減らしていけるっていうような感じなんです。そうですね、僕もその以前はね、コーチに習う前は昨日良かったのになんで今日イメージがロストしちゃうのみたいな、
そういうのはすごく多かったんですよ。でもコーチに教えてもらって、その基本となるそのハウスショットっていうのを、まあ、やることによって、あまりそういう悪くなるとか、その波がすごくもちろんあるんだけど、あの深くならないで緩やかになった、その波がね、うん、だからイメージがちょっと悪いなって思った時にはそれをやるとまた回復する、まあ、そういう風になってきましたよね。だから、うん、シニアに入っても比較的こう安定したその成績、去年ちょっと悪かったですけど、ちょっと去年あんまり練習してないそうね、だから今年はね、また気を抜いて、アマチュアの方からあと2つご質問があるんですけども、1週間の練習のスケジュールというかメニューっていうのはどういった感じになってるのかなっていう声があったんですけれども、まあ、でも基本的には毎日そのクラブを見るっていうのはやってますし、まあ、練習っていうのは何か用事がある以外は練習とトレーニングっていうのも、まあ、週にだからトレーニングが2回ぐらいで、あとはまあストレッチだから練習は、まあ、5日ぐらいは練習は絶対にやりますね、うん、まあ、練習しやすい環境っていうのももちろんあるけれども、うん、まあそういう感じですかね。ありがとうございます。最後アマチュアの方からの質問で最後なんですけれども、はい、まあ、トッププロから見てアマチュアゴルファーがスイングを改造したいっていう場合に注意すべきポイントがあったら教えていただきたいという声がありまして、こちらはいかがですか。まあ、僕の感じたことはやはりその、まあ、コーチに言われたことを飽きずにやる、そのすぐ結果を求めない、だからちょっと練習したからすぐ結果が出るんじゃなくて、やはりそのどうしても、まあ、僕もたまにね教えたりするんですけど、ハウスショットやれって言ってもずっとやらない、どうしてもこうフルスイングしていい球を打ちたいとか、そうすると当たんないと思う、さらに焦って何発も何発も打つ、だそういうんじゃなくて、やはり基本となるそのハウスショットに戻って根気強くやる、それが一番スイングを変える近道。なんかこう練習イコールハーフスイングって言っても過言ではないですよね。まあそうです、ベースですもんね。ベース。なんかこうやっぱアマチュア方してどうしてもこう、遠くに飛べば飛ぶほど楽しくなっていくかもしれないけれど、飛ばさない練習ほど過酷だけれどためになるものはないって、まあそうですね、すごく思うんですよね。やっぱそれがやっぱ小さいスイングっていうのは本当に大切だなっていう。はい。本当そうですね。だからね、最初は飛ばさない距離でもまちまちじゃないですか、はいはいはい、当たりが。でもやっていくうちに徐々にその一定してくる、はい、で同じ距離が打てる、うん、そうするとボールの芯とクラブの芯がうまく当たるので、距離もそんな振ってないくてもちゃんと出てっていうことです。ヘッドスピードつけたからってうまく当たらなかったら、ヘッドスピードはあるけどもね、そうですね、球は散るし芯にも当たらない、もうコーチに散々言われてる。いやいやいや次谷コーチの質問なんですけれども、はい、まず谷コーチから見た米山選手の凄さっていうのはどういったところがありますか。こういうところはもうすべてちょっとそれちょっとあれじゃないですか。でもやっぱりもうとにかくやっぱ一番すごいなって思ったのが、その45歳の時に今まで積み上げてきたものを全部もう出だしから一番初めからゼロからもう一回行こうって思っていただいたその勇気、これがとにかくまずはすごいなと思って、で僕慎吾、片山慎吾見させてもらってて、コツコツやる天才なんですよね、慎吾の場合。もう
え、まだその練習やってたのっていうのを半年後とかに気づく時もあるわけですよだってこれやれって言ってたじゃんっていう時がちょいちょいあるんですけど、で米山さんもやっぱそれをとにかくやっぱり同じようにコツ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 と積み重ねられる才能、でもこれもやっぱすごくお持ちだなっていうところはやっぱ感じますね。あとはもうそのゴルフとは関係ないことですけど、人柄の良さ、下から僕がなんか言うのも生まっきですけど、本当にもうあのいつもありがとうございます。とにかくやっぱそういうコツ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 積み重ねていけるからこそ、やっぱりあのどん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 その動きも覚えられていくっていう、それをあの矢野さん自身で理解していただいて、あのやっていただいたことが僕はすごいなっていうんですね。なかなか思えないんでね、はい、ありがとうございます。いいですね、米山選手から見て谷コーチのサポートっていうのはいかがですか？それはもうシニアになって、まあ、これだけの成績を収められたっていうのはもう本当谷コーチのおかげだと思うし、とにかくね、言ってることがブレない、教えてもらってることが一切ブレないで、本当一つのことを常にこう言ってくれる、うん、そういうところはやっぱりすごくね、信頼もできますし、まあ今こうやってやらせてもらってるのもそういうところだと思うし、だから本当にもうすごいと思います。ド S です。じゃ最後にですね、今後の目標をお願いしてもよろしいですか？あ、そうですね、やはりこうちょっと去年あまりいい成績じゃなかったんで、まあ、シニアのメジャーという、まあ、シニアオープンとかね、日本プロシニアとか、あとはこの町は富士フイルムっていう会社がありますので、富士フイルムのトーナメントで優勝したいなっていうのもあります。その目標に向かって、なんかどんどんこうド S な谷コーチのレッスンがそうです、今日もド S ですから、ね、今日もずっとあのハウスとね、2時間半ぐらいされてましたね。そうですね、その中で100ヤードも打たない距離の中で、今のはいいね、今のはダメだねとかね、他のアマチュアの人が見たら何言っちゃってんのって思うかもしれない。何が違ったのか、ね、でもその中ではすごくね、あの密度の高いあのものが凝縮されてるので、そうです、はい、動きの感覚とボールの感覚と振った感覚と、あと僕が見させていただいた時のその感覚っていう、それがこうパッとこう、うん、重なった時はやっぱり本当すごいいいですね。そうですね、フルスイングしたのがおそらく30発ぐらいだと思うんだけど、最後の方にちょちょちょってやったわけですね。でもね、そうやってやっていくとフルスイングもあのすごく良くなってくるしね。だからフルスイングばっかりやってると面白いかもしれないけど、なかなか安定しない基本となるスイングをやはり飽きずにやっていくっていうのが、まあ、結果的にはいい結果が出るんじゃないかなと、まあ、じゃないかなじゃなくてですしかもあれですよね、2時間半の間使用したクラブ2本ですね。そうですしかもフェアウェイと本当に20キロですよね。7番やね、7番やね。最後に、ね、スプーン、あ、スプーンもやはり治りましたもんね。スプーンにちょっと、違和感があったんですけど、まずそのハウスイングをずっとやってたおかげで、そのスプーンもいい感じで打てるようになったんで、あ、これなんだなっていうのをまた再確認できたっていうところですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、長々とありがとうございました。いいよ、すいません、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。今年は優勝もそうですけど、賞金を目指します。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。初めの頃やっぱやるとこうももとか
腰転筋とか腹筋とか。いやもう腹筋と足がやっぱり相当あのなんていうんですか使ってる、うん、もう腕の意識よりもやはりこの繰り返しのタイミング足で取るとか腹筋の間で取るとか、うん、そういう、うん、ところがよく分かると思いますね。だからね、こんな小さい振り幅だけどすごく体幹を使って打ってるんで、もう汗が、うん、やっぱ出てくる、やっぱ出てくる、じわじわ、じわじわ。これただね、こう手だけでこうやってやってみるには疲れない、全然疲れないのと、これはやっぱりね、打ってない、そんな大きい動作じゃないけどすごく